にちは、柴田です。今回は ESP のポッドベリーをレビューいたします。こちら ESP のオリジナルですね、ポッドベリー、ご存知の方はどれぐらいいるのでしょうか。僕はですね、知らなかったんですよね。でも結構ね、有名な機種だったようなんですけれども、今はもう廃盤と。 ESP が本気で作ったギターなんですけれども、まあ残念なことにですね、現在は生産終了してしまっている一本なんですが、やはりですね、本気なだけあって作り材素晴らしいです。まあご覧いただいた通りですね、まあ PRS ですね、まあ意識しているであろうというところなんですけれども、マホガニーのバックにメイプルのトップで、まあこれダブルカッターウェイのシェイプで、ネックはマホガニーにローズウッドの指板で、まあ太めですね、レスポール的な感じで、ネックはね、角度がね、まあ、若干なんですよね。レスポールほどはない。で、ジョイントのところは、まあ、こういった感じでセットネックになっているんですけれども、まあ、印象的には PRS に近いかなというふうな感じですかね。PRS と、まあ、レスポールのいいとこ取りみたいな感じで、まあ、スタンダードなところで残すところは残す。で、進化させなければいけないところは進化させると。ESP 独自のですね、開発で作って、これを ESP のニュースタンダードにしていこうとぐらいまで考えていたギターだと。ホームページを見るとですね、まあ、なんとですね、まあ、50万円ぐらいするんですよ。まあ、ESP の中でもまあ最上位の方だと言っても過言ではないでしょう。で、ホームページにあるのとね、これね、ちょっと違くて、ブリッジが違います。オーソドックスなのはチューンオーみたいなんですけれども、これはね、フリッカー3が乗っかってて、まあ、トレモロですね。バネが後ろについております。ピックアップは ESP オリジナルになっておりまして、カスタムラブっていうのはね、乗っかっているようです。で、3ウェイに、ボリューム、トーン。でね、ここね、コイルタップついてるんですよ。で、ペグはですね、ロック式に交換されております。バジェルですね。ヘッドは、まあ、ちょっと小ぶりな感じ、シャープな感じになっております。まあ、重量バランス的にもね、まあ、いい感じなんですけど、若干ちょっとお尻の方が重いかなというふうなところですかね。最初、ヤマハの SG 的な感じなのかなと思ってたんですが、まあ、SG1000 とかと比べると、まあ、全然違いますね。もう高級感がね、全然違う。まあ、印象としてはですね、なんか国産とかよりもギブソンのレスポールにね、なんか近い感じ。重厚感がある。まあでもシャープさもありながらですよね。まあしっかりした作りだからこそ出るこの粒のしっかりしたサウンドになってますね。で、リアからいきます。カラッとしていて、ギブソンほどのボフッとした感じではないですね。抜けがいい。ミックス。音作りしやすい。まあそんな感じですよね。タップいきましょうかね。まあフロントでこんな感じ。いいですね。ミックス。
っぱりタップがあるだけでね、幅は広がりますね。ちょっと歪ませてみましょうかね。リアから。ちょっとジョリッと感。プレゼンスの部分のジャリッとしたところが結構ね、好みが分かれるかな。フロント、まあ音はね作りやすい、なくというか、どうやこんな感じなんでね、ストラトとかテレキャストの併用も全然しやすいんじゃないかなっていうところですかね。まあさすがの作りですね、非常に精巧に作られております。まあ残念ながら今は廃盤と。本当はねこれをね次世代のスタンダードとして、まあ ESP の推しの一本としてねやっていきたかったんでしょうけどね。まあレスポール自体というかね、こうハムのピックアップ自体がねちょっと人気も落ちてきてるというところだったりとか、まあフェンダー一強ってわけじゃないんですけれどもね、やっぱね時代がね今そっちの方なんでね、もしかしたらまたね音楽が変わってきたりとかすると求められるのかなというところで、まあ再販みたいなのがねあるかもですけれどもね。まあ本数もね今少ないので、気になる方はぜひ一話管楽器でチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。